空亮太です。ザ・チー・サラヤツキです。はい、朝です。あー、来ちゃいましたね。今我々はですね、噂の秋葉原近辺に勝負してるじゃないですか。ね、でも、まああれって室内だから、大したね、大掛かりなゲームはできない。まあね、そういうことで今日はロケです。勝ち越した方が真の大花勝者、チャンピオンということで、もうこれから1年間、またこの企画があるまで、すげえ上からの態度で、なるほど、相手に接してもいいよという。なるほど僕もだから後輩だけど、下克上で、大阪亮太に。接せられるみたいな感じですよ。はい、でもちろん勝った方にはご褒美が、ああなるほど、すっげえ豪華な。マジで僕もまだ知らないんですけど、プレステ4なんですかね。いや、わかんないですけど、最近出たんです多分、かな、まあその辺ですかね、が贈呈されるということで、はい、では今日頑張っていきましょう。ではバトルスタート。シューティング的なものができるところに来ております。そうね、はい、第1回戦はですね、向こうにございます的、ちょっと行ってみましょうか。おう、第1回戦はエアガンを使ったシューティングバトル。持ち球10発の中で得点が多い方が勝者となる。3回戦中2勝した者がこのステージの勝者。さてどちらが先制点を挙げるのか。経験ありますか。いや俺サバゲーはないんだけど、はい、1回ショットガンバーっつって、はい、こういう感じで打ってるのがあって、はい、酒飲みながら、うん、それやったことあるんだけど、それもでも1回だけだから、あんまりこれちゃんとやったことはないんだよね。なるほど、FPS やるけどね。そうですね、ゲームではよくありますけど、まあ、実際にやるとなると全然違いますから。そうそうそう、僕みたいに上級者になってくると、まあ、目つぶってもできますからね。あ、マジで。あ、じゃあ、